たちです。20歳になっちゃいました。二十歳になった浅田舞は自らの進むべき道を見つめ一歩ずつ歩き始めました。やっぱ10年やってきてジャンプ以外の部分での見せ方とかもだいぶ分かってきたので、そういう部分ですかね。今年は先生ともテーマを決めて涙涙涙って感じなんですけど、ちょっと悲しい感じを表現するところを頑張ってるんで、はい、もうそっちの方で。長い手足を生かした優雅な滑り、そして今や自然と醸し出す大人の雰囲気、浅田舞は多くの人に感動を届けます。また一歩大人に近づきました浅田舞。今年のエキシビションはシェルブールの雨傘。こういう傘を使ったものはショーならではですよね。そうですね。去年はあのロミオとジュリエットでしたが、今年はこういった悲しい曲に乗せてのまた悲しい女心ということですね。だんだん大人っぽい表現が身についてきていますよね。ジャンプも果敢に挑戦してきてます。今年はあの本田武さんにジャンプを見てもらってだいぶ良くなってきたと浅田舞も語ってましたが、アイスショーっていうんですか、試合ではないんですから、やはりこういう本当に自分の好きなスケート見せたいものを十分にこう見せれるのがショーですからね。それを十分見せてもらいたいです。一つの見せ場、スパイラルには大きな拍手が起こりました。中に強さも出していきたいというふうに言ってましたけれども、この辺のストレートラインステップはあるいはそんな強さもにじませながらという演技になってるでしょうか。そうですね、やはり舞ちゃんも昨年アメリカで練習をしてきて、いろんなものを吸収してあのこの愛知県に帰ってきたんじゃないでしょうか。いや、切ない女心、よく出てたんじゃないですか。二十歳ですね、やはり去年までとちょっと違う部分がね、はい、ありましたかね。傘を手にシェルブール、やはりね、地元でこう、うん、皆さんに見てもらうってことは本当に嬉しいことなんですよね。その雨傘に女心を託してみせました浅田舞でした。新しいプログラムにして初めてのショーで、初めは少し緊張もあったんですけど、すごく応援も聞こえて気持ちよく滑ることができました。本当に今日もうっとりするような滑りだったんですけれども、どんなことをイメージしながら滑っていたんですか。振り付けのしてくれた先生と
ちゃんとお話を考えながら一つずつ作っていったので、その感情を出せるように頑張りました。